動きまったんだ。はい、暑かったです。なんでこんな疲れ切った顔してきたかなと思った。しっかり体動かしてたんですね。はい、そうですか。どうでした、あのミニサッカーだったのかな。いや、あのサポーターの方と、うん、わきあいあいと。わきあいあい、はい、子供たちも結構いた。はい、いました。あ、そう、子供たちも結構あるじゃないですか、選手と一緒にサッカーができるなんて言うと嬉しいんじゃないかな。そうですね、まあ自分がね、子供の頃だったら確かに嬉しいですね。そうだよね。でもあの田中選手の子供の頃っていうのはまだね、もちろん J リーグがあるわけじゃないけども、やっぱり大人のちょっと有名な選手と一緒になってたらね。そうですね、よく考えても清水出身なんで、うん、やっぱり長谷川健太さんとか武田さんとか、僕高校まで追っかけに行きました。あ、そう。あ、じゃあこう近くにいたりするとやっぱりもうその頃嬉しかった。そうですね、もう本当不在ガキっていうぐらいに追っかけてました。じゃあ今の子供たちの気持ちもよく分かるね。分かります、はい、そうだよね。浦井さん、はい、どうだった、あの子供たちにサポーターの皆さんに。あの楽しく、パスとリップできて楽しかったです。何だか。しんちゃんいっぱい喋りたい。え、しんちゃんいっぱい喋りたい。ほんと喋りたいの。バンダイとしんちゃん。ほんと。あんまり振らなくて大丈夫です。あれ、ドリブル苦手です。ドリブル苦手。そうか、じゃあドリブル子供で負けてもしょうがないかな。はい、多分バンダイ選手に勝った子供はね、自信持つよ。それなら思います。自信持たせるためだよね。ちょっと発言軽いですね。あ、そうか、軽いね。そうですか。ところでこのサンタさんの中でなんかフィギュアを集めてる方。ガンダム集めてる。ちょっとガチャガチャやってる。ガチャガチャ、はい、このガチャガチャ、はい、やってどのぐらい集めてる。あー、これぐらいですかね。結構ありますね。結構あるんだ。いつ頃から集めてる。もう、そうですね、2000年ぐらいかなんですけど、まあ、しまいもあれば、ちょっとおもちゃにしたいだとか。本当に、そんなに好きなのね。今さっきね、ちらっとその情報があって、いや、そう、俺はちょっと聞かなきゃなと思って。やっぱり三重の子供心を忘れてた。そりゃそうだよ、ねえ。お、癒されたです。癒された。ガンダム見ると早く来ててよかったなと思う。なんかあれですね、心が治りますね。あ、そう、ガンダム、まあ、みんなじゃないですか、なんかそういう。ガンダムといえばバンダイ。はい、あ、はい、そうじゃないか。全然関係ないです。ガンダムといえばバンダイだよね。会社のバンダイ。バンダイ選手からそれでいじられ続けてますけど、全く関係ないっすよ。そりゃそうだ、そりゃそうだ。バンダイ選手はなんかこう趣味っていうか、なんかある。まあ買い物とか。買い物、はい、ほうほうほう。あの買い物ってのは洋服とか。あ、はい。あ、そう、はい、じゃあ例えばオフの日っていうのは結構買い物に出かけることが多いですか。まあ最近はあんまり出かけれないですね。犬を飼ったんで。あ、そりゃちょっと大きい買いましたね。犬は何。千葉です。千葉、はい、かわいいでしょ。かわいいっす。ちょっと今見たね。チャリっすね。いや、ねねね、あのガンダムに言った時にね、バクちゃんもね、笑わない。すいません。千葉かわいいっすねって言うね。バクちゃんもね、ガンダム癒されるんすよ。一緒っす、一緒っす。あ、そう。でも千葉はなんて名前。ハートです。ハート、はい、そう、気持ち悪いですね。ちょっと気持ち悪いよね。あれちょっとこうやってハート、来て、ハートっていう。やってもらいましょうか。ちょっといいね、ちゃんとやってよ。一人だとどう会話してるか。犬とどう会話してるか。そう、犬とどう会話してるか。あ、でも最近目覚ましテレビで今日のワンコ出てる。いや、出てる出てる。俺見てるんですけど、おハートワンコ出てるそうです。話しかけてくださって一緒に見てます。どうだ、ね、病んでますね。ちょっと、ちょっと、相当病んでるね、これ。え、ハート、なんかほら、テレビ見る、テレビ見る。全然見てないですけどね。暑いんじゃないですか、これ。今度さ、じゃあさ
さ、あのサッカーをするワンコとかいうので、目覚ましテレビに出してもらえるじゃん。応募したいです。そこまでしつけてさ、